はい、皆さんこんばんは。てんのかな？これはどうなんだろう？はい、皆さんこんばんは。聞こえておりますでしょうか？どうなんでしょうか？どうなんでしょうか？聞こえてますか？ はいみなさんこんばんは。聞こえてるのかなこんばんは。<laughs> 聞こえてますなんか P パソコンでやるとよくわからんですね。このさんこんばんは。<laughs> あ聞こえた。あ聞こえた聞こえた。聞こえますね。あ聞こえた。OK です。 はいあ聞こえています。あッ OK です。今こ、こっちで、こっちで、<laughs> 今、こっちで、あれします。えっ、ー、と、道場さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、はい。はい、ロミクさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、ナオミさん、こんばんは、よろしくお願いします。 はいえー、栗原さん、こんばんはよろしくお願いします。はい、竹内さん、こんばんはよろしくお願いします。牧さん、こんばんはよろしくお願いします。ソ、え、ム、ー、さん、聞こえてます。ありがとうございます。はい、大谷さん、こんばんはよろしくお願いします。はい、あ皆さん、聞こえてるということで、船木さん、こんばんはよろしくお願いします。はい、あ小島さん、こんばんはよろしくお願いします。はい、久野さん、こんばんはよろしくお願いします。はい、今から始まってます。はい、今から始まりです。はい。 北川さん、こんばんはよろしくお願いします。堀場さん、こんばんはよろしくお願いします。あ、あ川上さん、こんばんはよろしくお願いします。この前、ありがとうございます。三島さん、こんばんはよろしくお願いします。はい。横溝さん、こんばんはよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あのー、ちょっとね、休養をいただきまして <laughs> で、霊的休養をいただきましてですね、あのー、それで、久しぶりの聖書、あのー、ね、 の話をさせていただきます。岩沼さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、村上さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、えー、久しぶりにね、久しぶりにど,どれぐらいですか。一ヶ月ぐらいですかね。一ヶ月もないかな。二三週間ぐらいちょっとね、えー、っとあの休ませていただいて、ちょっと気力十分で戻ってきた戻ってきましたので、またね、聖書のお話をしていきたいと思います。はい。 えっと、柳原さん。柳原さん、こんばんは。初めてライブ配信のお誘いが来ました。あ、そうですね。ありがとうございます。はい。ぜひぜひ。よろしくお願いしますね。はい。まあ、今日はですね、えっ、ー、と、皆さんにもね、きっと関係のあるお話だけですね。はい。あー、マリオさん。おう。う少しだけ来ました。ありがとうございます。こんばんはです。はい。大丈夫ですか <laughs> なんかしんどそうですね。はい。 今、自宅療養なのかな、うん、あ、笠井さん、こんばんは、よろしくお願いします。間に合った、あ,ありがとうございます。はい。ね、久しぶりの、久しぶりの、あ,のあれでございますね。あ、ちなみに、あ、二方さんあの、こんばんは、よろしくお願いします。はい。ちなみに、これ、モンスターって、皆さんののの飲みますエナジードリンクなんですけど、このモンスターのね、この、 この印あるじゃないですかこれギョッと鍵詰めになってるこれギュッとなってるこれ3つね三つこれヘブライ語かなヘブライ語の数字なんですよこれって知ってますヘブ,ヘブライ語の数字でねこの形ね6なんです666なんですよこれ <laughs> モンスター6666 66の数字がここにねであのこのこの代表的な はい、あ、竹内さん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、マリオさん、竹内、自宅療養なんですね。はい。まあ、とりあえずね、よかったです。あの、これ、この、モンスターの、あの、えっ、ー、と、決まり、決まり文句は知ってますこれ。そうそう、あ、笠井さん、マジ知らなかった。<laughs> そう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 。そう、クリスチャンがこんなの飲んでいいのか、みたいな。まあ、ちょっと好きで飲んでるだけなんですけど、これ。 これ,これヘブライ語を調べてわかりますよヘ,ブライヘブライ語の、ね、6? 6の数字123とか666になってます。はい、でこれあのこの代表的なその,あ,のあれねあの言葉がねこのモンスターの言葉が「u n l e a s e the ultra beast, ultra beast.、ね」「ウルトロ beast」「u n l e a s ウルト beast」あなたの 「あなたの野獣を解き放て」あなたの野獣を解き放てっていうこのあれがあるんですよロゴは野生は野獣だから「野生を解き放て」って書いてますけど野獣なんですよ野獣野獣あなたの中の野獣を解き放てっていうこのねちょっと怖い怖いねこの <laughs> 何,気な何気なしにこうなってるやつねはいこんなところにも 666の数字がちりばめられているはいあ何のマークかいつも気になってましたああそうなんですよ、ね、今のおさんそう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 ,そうなんですよ M だと思ってたああ違うんですよいやそうそうヘブライ語でね666ヘブライ語で666はい、ね、何気にね何気に入ってますよねグーグルのマークもそうでしょグーグルのマークも666ですよね Google Chrome とか Google のマークねあのマークこうなってるでしょ66こう真ん中の真ん中の丸が全部この丸になっていて全部こうつながってるっていう一回見てみたらいいですのね o g l e <laughs> はいまああの今日はですね皆さんね皆さんにも関係があるナウミさん息子,あ息子はよく飲んでましたあそうなんですねはいそうなんですねちっちゃいお子様はねやめた方がいいと思いますよ うん、ちっちゃいお子さんはねすごい砂糖の量ですからねあ,のあんまりこういうのをいっぱい飲ませすぎると短気になります超短気になります <laughs> 気をつけてください竹内さんこんばんこばはよろしあおいし久しぶりの聖書のお話なんですけれどもちょっとね気力十分戻ってきましたの、ね、で別にねあのな何か心の病とか何か <laughs> 病気になったわけじゃないんですけれども 霊的なお疲れ、ちょっと疲れてね、うん、なんか、あの、なんですけど、ちょっと記録十分戻ってきましたので、また再開させていただきたいと思います。はい。まあ、今日はですね、あの皆さんにも関係のあるお話でね、えっ、ー、と、まあいわゆる、あの、週末、週末の問題ですよね。で、えっ、ー、と、まあ聖書が教える週末の前兆というお話をね、させていただきたいと思うんですよ。 まあ前兆ということで、まあ、どういうふうになってくると、まあ、いたい週末がやってくるんだなということが、えー、分かってくるということですね。竹内さん、やっと参加できました。ありがとうございます。はい。川藤さん、こんばんは。久しぶりライブで、そうなんですよ。はい。<laughs> 月野さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。でね、あの、 まあ終末論というと、なんかね、あの恐怖心に駆られたりとか、怖い怖いというふうにね思われる方がいるんですけど、まあ、実はそんな恐怖心のあれでもなくてというところの話も今日ちょっとさせていただきたいなと思いますね。はい直美さん、高校生だから飲ますのをやめさせました。あなるなる <laughs> そうですよね、はい。すごく短気になっちゃいますよとか。うんこれねはい まあ大,人大人っていうかね、僕らみたいにね、50代とか、50代じゃない、40代あの、考えたらもう49なんですよね、僕ね、もうすぐ50って、なんかすごくないですかど、ね、<laughs> なんか、ね、50なんてもう昔は、おお、じじいだなと思ってるんですけど、ね、まさかそんなじじいが僕は今なってるとは、<laughs> 思いません、皆さん、なんか、自分の年を見て、うわ、もうこの年なったみたいな、心変わってないのにね。 心の中を <laughs>、ね。きっと皆さんもそうだと思うんですけど。はい、心は変わってないので、体つきだけ変わっていくというね。なんか嫌ですね <laughs>、はい。はい。じゃあ、あの、えー、まあ、その終末論のね、その聖書で教えてる終末の話は何かっていうと、なんか、あのノ,ストラノストラダムスみたいな、こう、予言症というよりも、まあ、結構的確に今、 進んででってですね、えー、と本当に本当に何て言うんですかね多分週末は近いんだなというふうには本当に肌感覚とは思うんですけれども、ね、でもあの是非ねこの週末って何っていう聖書の言ってる週末って何だろうというのを理解していただいてでもちろんあくまでもその私がね聖書私は聖書は えー、あの一番正しいというか聖書が正しいという立場に立っている人間なのであの、まあ、皆さんがどんな宗教を信じていようと僕は別にそこに対して否定的ではないのでねなのであくまでも僕は聖書の中から、えー、と終末論というのはこういうことですよというところで意味を捉えていたます。 アラフィフィね <laughs> 北尾さん同い年そう北尾さんは同い年ですもんね同級生ですもんねはい現在帰宅中ああそうなんですねお疲れ様です竹内さんああ竹内さんこんばんはよろしくお願いしますねアラフィフ、ね、アラフィフアラフィフかうんまあなんかいいですよねだから昔じじいと思ってたのにこ,これがアラフィフかと思うとなんかまだまだや,るやれることいっぱいあるじゃんみたいな <laughs> と思いますよねはい はい、えー、とじゃあ今日はですね、まあ、終末論の話するんですけれどもほんと最近はですねいろんな学者の間でもまあ、えー、と核戦争もそうだし、えー、と環境破壊もそうだしエネルギーがどんどん減ってきてるっていう話もそうだしで人口が爆発していくよっていう話もそうだしあとうーん食料不足食料不足とかもすごく問題になってるじゃないですか。で今人類ってていうのは果たして この先行くと未来があるのかどうかっていうのは結構盛んに言われていますよね。で、まあいろんなこの終末予言の本もあるし、このノストラダムスの本も、なんかノストラダムス、ノス、ノスと、あれノル <laughs>、忘れた、ノストラダムスか、そう、ノストラダムスの予言も最近なんかまた盛り上がってきたでしょ、なんかね、あの1997年の,あの予言めっちゃ外したのに。ね <laughs> なんかねはいえ赤、ー、崎さん電波が悪いなああそうなんですかああそうなんですね時々止まってしまいますああそうなんですねすみませんすみません僕かな分かんないです、えー、船木さんロミオさんで一つああそうなんですね一つ下なんですね本当本当やれることいっぱいです川上さんはいほんですよね、はい、山本さんこんばんはよろししくお願いますよろしくお願いします はい,ていうの話進まああのー、その聖書いわゆる聖書の中にも要するにこの世界の終末っていうのが書いてあるんですけれども、まあ、ただね聖書で言っている終末っていうのは何か、ね、どのようなものかっていうのはこれ多分ね皆さんが思っているようなすごく破壊的なものではないんですよこれって、あのー。いわゆるねこの破滅がその 破滅自体がこの無差別的な破滅で無差別に世界の世界中の人々のとこに下るということではないんですよ、うん、だから終末が来たら全人類が死,に死んで滅びてしまうということでもないんですよね実はこの聖書で言われてるものっていうのはねあ竹前さんこんばんはよろしくお願いしますね。はい でいわゆる週末、聖書で言ってる週末というのは、いわゆる僕たちが住んでいるこの,世この世ですねこの世とこの先に来る、来たるべき世、ね、この来る世っとい,いう、来る世という、来たるべき世界とこの世界、この世界ね、えーと、パラレルワールドの話をしてるんじゃないですよ。ここのの世界とこの先やってくる新しいえ その来るべき世界の境界線、この境界線がいわゆる終末なんですよ。つまり聖書で言う。あの週末とか世の終わりっていうのは、えっ、ー、と大地には要するに全てのものが破滅して、それ以降全部無になる。思考死っていうのが静寂に至るというものではないということね。 で聖書でいう世界の終末っていうのはいわゆる今,今僕たちがこう今いるこの,この天地万物に見られるこの事象とか物事とか自然とか、ね、こう全てのものにこの全てのもののこの体制が、ね、終わりを告げるわけですそして新しい体制の中に生まれ変わる時のことを意味しているわけなんですよねなので聖書も、ね、この時のことをですね 首三3二21節にですね万物更新の時っていうふうに、ね、書いてある万物を更新更新する時ねっていうふうに書いてあるだから終末っていうのは今世界がね終,あの終わって終結して新しい世界として始まることを意味しているわけですですらえから、えー、と聖書では、えー、これイザヤ書かなイザヤ書65章17節はい に、えー、見よまこ誠に私は新しい天と新しい地とを想像する。先のことを思い出されず心に昇ることもない。だから私は想像するものを、えー、だから私を想像するものをいつもいつも楽しめ。というふうに言ってるんですね。あのイザヤ書で書いてあるんですね。はい、あおるいさん、久しぶり見てます。こんばんは、ですよろしくお願いします。はいねで、えー、要するにね、あのー、 聖書で言うその世界の終末っていうのはいわゆるもう苦しいじゃないですか私たちの生活ってねやっぱり悪とかもあるしで苦しみもあるし死っていうのもありますねで病気っていうのもありますよねまあこういったその苦しみの,その悲惨に満ちたこの現代のこの世界に要するに終止符が打たれるわけです。で 要するに神様による完全な支配による新しい秩序の世界が始まるときを意味してるわけなんですよね。この世界の終末というのは。つまり、えー、と終末というのは、えー、世の終わりというよりも、いわゆる今の僕たちでいるこの世と今度来る新しい世、ね、この境界線、この境界、えー、線だけということなんですよ。で第二に終末っていうのは、 えー、例えば週末におけるその破滅とかあと滅亡というのはその全ての人に無差別に起こるわけではないということです。その週末が来ると世界というのは滅び全ての人は死に耐えるということはないということなんですよね。いわゆる聖書でいう「週末」というのはですねそのいわゆる「チョイスできるんですよ選択でき」。 選択するることができるだから人類の判別とか破局っていうのは無差別に起こるのではなく私たちはチョイスすることができるつまり選択できるんですねだから滅び滅んでしまうに値するものだけが滅びるんですだから聖書は言ってるんです聖書は信玄の2章2書、えー、21節にですね 正直な人は地に住みつき、潔白の人は地に生き残る。しかし、悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こそぎにされる、というふうに書いてあるわけですね。だから、このような滅,滅びっていうのは、選択的に、 起起ここるるわわけけでですす選択的に人々の間に起こるわけですねだから滅びに至るその値する人々っていうのが滅びるのであって一方ですね神を信頼してその教えに固く立つ人が滅びることは決して神が許さないということになっているんですね、うん、だから神っていうのは要するにキリストによって罪の許しをいただいたものが、えー、この新しい世界 来るべき世界を要するに継ぐということを約束してるわけです。まあいわゆる、まあ、これがえっ、ー、とまあクリスチャンというとねなんかこう宗教的になっちゃうので僕はあんまりクリスチャンって言いたくないんですけど、まあ、要するに神イエス・キリストを信じて神を信じる唯一の神をし,しっかりと信じる人が要するに新しい世を継ぐことを約束してるわけなんですね。だからあの例えばえっ、ー、と あの私たちは神の約束を守って正義の住む新しい地と新しいテントを、えっと、待ち望んでいるという成果もあるんですね。はい、で第3にですね終末というのは要するに神が自分のですね永遠の目的永遠の目的に従って、えー、されてきたまあ あの計画が完結すする時なんですねでそれは例えば私たちを苦しめてきたこの悪があるじゃないですかこの悪っていうのがこの悪が要するにこの世界から一掃される時なんですよ。で要するにすごいいわゆる至福の神の王国がですねその素晴らしい姿を私たちの前にこう表す時なんですよね。 私が天国にね、見たことあるって言ったじゃないですか、昔。えー、天国を見た、あの、本当あの感覚は多分この世にこうやってくるっていうことは、とんでもなく幸せな世界なんだなっていうふうなことが分かりますね。ですからですね、まあ、クリスチャンにとってですね、この世の終わりとか、クリスチャン、クリスチャンっていうか神を信じる人ね、えー、世の終わりとか終末っていうのは、まあ別に怖がるものではないんですよ。えー、逆にあの、本当面白いですよ。逆にね、 私もそうなんですけれどもそのクリスチャンの間でやっぱり話をするとやっぱりも待ち望んでいるんですよね終末っていうのは、うん。だからいわゆるその聖書でいう終末っていうのはいわゆるすべての悪とか苦しみが世界から追放される時であって、ね、で神を愛するすべての人々の救いが完成される時っていうのがこの終末の時なんですよ、はい、だからそんなにね怖いわけじゃないんですよねはい。 笠井さんワワククだから2,000年前の、ね、イエス・キリストの十字架っていうのは信じるそのすべての人々の罪が許されて神の前に、ね、義と認め,られあの認められましたよねでその,あのキリストを信じて彼に従っていくすべての人々っていうのは、えー、これはヨハネ第一,十第一章の12に書いてある通り神の子とされる特権。ね 神の子とされる。だから、イエス・キリストを信じた人は神の子とされる特権が与えられるんですよ。特権なんですよね。あと、ヨハネ3章16節に、永遠の命の約束が与えられるわけです。ね、つまり、永遠の命と神の子としての特権が与えられるわけね。だから、神の子の特権は、神の子の特権って皆さん知ってます手を当てた人を癒やすことができ,できるし、悪霊を追い払うこともできるし、だから私はエクソシーズムしてるじゃないですか。だからこの、 神のこことととされれるるる特権がが与えららていいから悪霊を追い出すすでできるんですね、はい、ただあんまりこう癒しにあまり興味を持っていないのかどうかあれなんですけどあの結構手を当てて癒すっていうことも、えー、と過去にいっぱいし,してきてるのでただちょっとエクソシズムの方が好きかな個人的には <laughs> なのでまあもう結構偏ってますけれども、はい、でもそういったことができるっていうことなんですよ。 なんかねエクソシズムとかエクソシストっていう僕語っておりますけれども多分皆さんが神の子としての特権を与えられると誰でもできる技でございますこれはね。はいまあ、ただですねあのな、まあ、ただというか、まあ、人々っていうのはた例えば、ね、神の救いの全貌をです、ね、に体,感し体験しているわけじゃないじゃないですか。 僕はもう確信してるんですけれども神の救いの一部は体験させていただいたんですけれども、まあ、全ての人が体験してるわけじゃないのでなので、あのー、多分ですね私たちのその本格的な救いっていうのはこう天がねパーンと開かれてキリストが再臨されて私たちの体をご自身と同じ栄光の体に変えてくださる時に多分歓声を見ると思うんですよ。 こ、ね、の時に、えー、私たちの体っていうのは文字通りですねその死と、えー、病と罪この性質から完全に解放されるんですよね私たちっていうのは。で私たちがいくらねあ僕もそうなんですけれどいくらね神様を確信して信じてもやっぱりねこの世の誘惑っていうのはどこからでも来るしやっぱりこう罪の性質ってあるじゃないですか。 やっぱり罪の性質っていうのは持ってますよ、どんなに神を信じても。多分皆さんもそうなんですけど、神を信じたところで、必ずやっぱりどっかにこう罪の性質はやっぱり残ってるし、死に対する恐怖もやっぱりあるだろうし、病に対する恐怖もやっぱりある。だからそういったものも完全に解放されるわけですね、それが。ね、なのであの、そういったね、そのキリストっていうのは終わりの時にね、ま,またこの再臨されて、 で世のこの悪の終止符を打ってですねご自身の栄光の御国をこの地上に充立してですね自分を信じる者を神の王国の市民として迎え入れてくれるということなんですよ。ね。ね、あのね、あのワクワクしますよねこういうのってね僕もワクワク、ね、笠井さんが言うとおりワクワクしかないんですよねこれってね, <laughs> ね。全部なくなるんですよ悪が、ね。じゃあなぜね、な,なぜね 終末がじゃあなんで来ないといけないのかっていうことなんですよ。その世界が終末を迎えることなくですねこのまま平和と幸福に満ちた世界になっていくことはできないのかとということですよね。で人間はでですね今まで 神,あの神様を抜きにして自分たちだけでその平和と幸福と繁栄この世界を築けるかのようにあの歩んできましたよねでもその人間というのが本当に本当の平和と幸福と繁栄の世界を築いてきたでしょうかというところなんですよ。 どううでしょう皆さん振り返ってていいただいて、ね、例えば第一次大戦以前ですねその欧米とかではユートピア思想がすごくあったんですよでちょっとしたちょっと前の日本もそうだんですよこれユートピア思想っていうのは多分僕たちがえっ、ー、と、うん、<laughs> ごめんなさい えとアラフィフ世代今このアラフィフ世代僕の4948っていうのは4849っていうのはいわゆるベビーブーマー世代ですね最も多いじゃないですかこの世代っていうのは今特に日本とかでもあの最も多い世代だと思うんですよでこのこの時も多分北朝鮮とかブラジルがユートピアっていうこれ理想郷だといって結構北朝鮮に住み始めた人とか あとブラジルに行った人が多かったじゃないですか、ね、結構この理想教思想っていうのがそのユートピア思想っていうのが人々の中にあってですねそのいわゆる人々っていうのは漠然とですねその科学とか産業の進歩とと,ともにですねその人類っていうのは申し分ないその何て言うんですか平和と幸福と繁栄の世界に あの向かっていけるというふうに考えてきたわけですよ。でその第,一第一次、えー、と世界大戦が勃発した時も,もう多くの人はですねこの戦争は全ての戦争もう,もうこ,れからこれからも全然戦争起こらない。だから第一 大戦が勃発した時ですよ。人々、多くの人々、世界中の人々は、この戦争は全ての戦争を終わらせる最後の戦争になるっていうふうに考えてたわけです。ところがね、第一次世界大戦1917年ですよ。もう、もう本当約、あ、ちょうど約100年前かな。今、今20、2010、2 0何年 ?21 年。だから、ほぼ100年前ですよね。大え、そうかな。 うんそう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 約100年前ですねうんそう約100年前だから第一次世界大戦が1917年なんであのその時に皆さんはこの戦争が起きたもうこれはもう戦争は二度と起こらない <laughs> 戦争は二度と起こらないと思ったんですよこの戦争で全部片付くと思ったんですよだからこの大戦の後にですねあの皆さんはこの何ですか国際連合 の前になるこの国際連盟というのを設立して平和のために歩んだんですねでもその努力も虚しくですねまもなくするとさらに第一次戦争よりも大規模なですね第二次世界大戦が始まったわけじゃないですか、ね、で第二次世界大戦後が終わりましたこれもう悲惨でしたよねでそのアメリカベトナムとかもあって でこの後、アフガニスタン、アメリカもあってっていうのがあって、で、次にやってくるのが第3次世界大戦じゃないですか。ね、で、世界大戦、第3次世界大戦も、あのその不安の中にもあるし、今、まあ、核戦争の不安の中にもありますよね。誰がいつポッとかボタンを押すか分かんないですかねで、今、ニュースはやりませんけれども、皆さんご存知ですか、今、日本海。 僕は福井に住んでるのに、ね、もう向こうの方、ちょっと向こうの海の、あの、あの辺りでドンパチやってるんですよ、もうすでに。あの、して、してる人はしてますよね。アメリカ艦隊と中国は今、もうにらみ合ってる状況ですね日本海。ニュース全然やらないですよね。うん、全く、全く、そんなことを、そんなことあるのと思った方も多分いらっしゃると思うんですけど。 日本海には今アメリカ艦隊が集集結して中国艦隊に睨み合ってるんですよ。そんな状況なんですよ、今。ね。だからだ第3次世界大戦いつ始まるかわからないしであの、もちろんなるべくその暴力的なね、赤斎さん知ってますの、さすがですね,ね,ね。いわゆる暴力的な解決策に出ないかもしれないんだけれども、でもやっぱり最終的にはそうなりますよね。やっぱりね やっぱりこうのはやっぱりねだから、ね、台湾も用意してるし台湾もすごく用意してるじゃないですかその戦争するための今も,もう戦争に戦争に突入しようとしてるんですよ私たちは第3次世界大戦に。 だからこのね、あのー、科学が発達して産業がね、すごく、あのー、あってですね、その技術というのを進歩したんですけれども、まあ、その一方で今本当にすごく大きな危険をい,い,ついつ私たちが <laughs> ポーンって吹っ飛ぶか分かんないような世の中に生きておりますよね。 だからね、その今地上に存在する全ての核爆弾を皆さんがパパパパッて各,各,各国の首相がパパパパパパッと押せば地球を数十回滅ぼすことができるって言われるぐらいの破壊力なんですよ。すすごいことですよね。だから本当に今その何医学とか遺伝子工学の技術も進歩しているし、まあ、私たちはその恩恵に預かってるんですけれども。 あの遺伝子工学による生命操作っていうのもこれ結構無秩序に行われていてですねあの非常にすごいことが今なされているんですよね。でこれで、ね、僕の,あの実はちょっとこれ、えー、と秘密保持契約これ,これ書いてるのであの全然言えないんですけどさらっとまあちょっと 噂レベルに出てる話をすると人間が人間をつくることができるようになったって知ってますか皆さんえらいことですよこれってあのフランケンシュタインみたいなものを作れるんですよ今ね人間があのロボットじゃなくてすごいことが今もうできてるんですよ これニュ,ースニュースやらないし倫理的なものはやらないし、まあ、これ以上突っ込んだ話も僕できないんですけどただそういう世界があるっていうことですね僕が秘密保持契約をしてるっていうことはどういうことかっていうのはちょっと考えてみてください、ね、なのでそのねあのもう人間はですね神の領域に土足で踏み込むようなことをしてるんですよねすごいことですよ今 <laughs> 今すごいことを あの起きてますよね、うん、なので本当にねあの私たちは今あの破滅への入り口というかもう突入をして真っすぐらいですねはいな猫もだからあのー、本当にすごい世の中になってきて私たちはね人類私たち人類というのはいつ滅亡していくかというのを分かんない。 本当に分かんとい、まあ、カト言ってですねかといってですよじゃあもうね人類は滅びるから好き勝手に生きようみたいなことじゃなくてね、ちゃんと人間として真っ当に生きないといけないので真面目にやっていってまあ、最後は最後でどうなるかわかんないんですけれどだからこういったねことを考えると私たち全,全人類の滅亡ねこういった自滅っていうのを阻止する方法はないかどうかっていうのを考えるじゃないですかね。 でまあ、少なくとも多くの人はね懸命にそれを努力してるじゃないですかそうならないように。でも私たちって自らの手で破滅を回避することができるのかどうかっていうのを考えないといけないんですよ。その私たち人類っていうのは懸命な努力によってですね、まあ、いろんなその危機を乗り越えてきたこともあるし例えばキューバ危機みたいなこともあるし キューバねもうキューバとアメリカが一触即発で本当は核が飛んでたかもしれないというのがあったじゃないですかでまあこの先もしかしたらこの危険をね乗り越えるかもしれないでもこれはおそらく一時的なもんですいずれいずれですよ人類はまたですね同じような危険にですね危機に直面しますそして遅かれ早かれ行き着くところは行き着いてしまいますそう思いません皆さん、はい だからね、この何て言うんですかね神がですねこの世界にやがて終末をきたらせてですね新しい世界を確立されるっていうことの一つの理由っていうのはまあこの全人類の自滅っていうね悲劇を介させることにあると思うんですよ。これ分かりますかね。神がなぜ来るかというと人類にそのままほったらかしにしてると本当に全部滅んじゃうということです。 人間に任せちゃうとでなぜかというと神というのは全ての人を愛しているわけじゃないですか。で誰よりも私たちの人類の真の平和と幸福と繁栄を願っているわけですから、ね、もし神がこの世界に介入をしないとこの世界をねそのままほったらかして放任してしまうと私たちは誰一人として残らないと思いますこの世界に。 なので要するに神というのがその破滅に向かっているこの進行をストップをかけているわけですなのでこの神がこの地球にねこの世界に介入されてその栄光の御国を地上に確立をするというのが計画なんですよねなので古い世界が過ぎ去って全てが新しくなるということなんですよ、はい、すごい世の中はい。 ちょっと後でこれ読みますね。はい。はい、はい、じゃあねそのまあただねその古い世界その古い世界が過ぎることなしにじゃあその平和な道に至る道はないのかということなんですけれどもねこのままでこのままで。このままで 神の介入なしに週末やってこず平和とその幸福と繁栄の社会を確立することはできないんでしょうかということなんですね。で人間はねその多分今日までですねその世界の体制を変革しようとする時に例えば選挙とかクーデターとか革命とかまあいろんな手を使ってきましたよね。えっ、ー、とまあちょっと前だと香港のねあの 甘かさ運動だったかなもうそ,ういうそういった革命を起こしたじゃないですかで今ミャンマーだってそうですよね革命を起こし,しましたよね、うんであのまあ、革,命革命クーデターってもう最近日本では聞かないですよね、うん、すっかりおとなしくなってしまいましたよね日本の国民性があの戦争がうまくいきすぎたのか <laughs> わからないですけれども結構革命っていうのな,な,くな,ったなくなっちゃったじゃないですかその 昔東京大学のね、ああいう、東京東京大学であの、あの、あの腹を切ったね、えっ、ー、と、名前なんでしたっけの、三輪明さんとすごく仲のいい <laughs>、三島由紀夫さんですね、三島由紀夫さんがね、腹を切ったの東京大学、東京大学東京大学ですよねあれ、早稲田大学、違う、東京大学かな、上で腹を切った、あれは革命とか、まあクーデターみたいなもんですよね。でまあ こうういいった、た、ま、た、あ、何ららかの変化はももしたと思うんでですよ。でも考えてみてみくださいね。まあ、例えばフランス革命もそうだしロシア革命もそうなんですけれどもこれいろんなクーデターとかいろんな革命をしようとしてもでもこれ永続的な幸福っていうのはあと永続的な平和をもたらしたかどうかっていうのを考え,考えてみてくださいどうですかで、ね、間違いなく答えはノーなんですよ だから聖書の言う通りにですね人その聖書にはね伝道,伝道書の一章十五節に曲がったものをまっすぐにすることはできないという書いてあるんですよだからこの世界っていうのはいわゆるねこれでイエス・キリストの例え話にも出てくるんですけれども砂の上に建てられているんですよねこの世界っていうのはいわゆる貧弱な材料でできた家に似てるんですよ だから屋根っていうのはのもうあの結構剥がれかけて、えー、その壁は壊れて、えー、柱の木はですね、えー、ちょっとこうあの何白あり白ありみたいな虫にこう食ってるわけですよ。でこういった家ではですねいくらその何て言うんですか家具の位置を変えたりとかあと壁紙を貼ってですね見栄えを良くしても何の意味もないじゃないですか。ね。だから。 賢い人なら分かると思うんですけれども皆さんだったらどうします、ね、皆さんは分別のある、ね、人たちばかりだと思うのでど何,を何をしますきっと皆さんはその家を取り壊すと思います。家を取り壊してその岩のような硬い土台の上にですねそのいい材料で家を建て直しますよね普通は。だからこの世界も一緒なんですよ。 なんか選挙、クーデター革命とかでこの貧弱な家を修理しようとするんですけれどももともと貧弱な材料で接ぎ木を当てたりとか直したりしても大したことにならないじゃないですかですからその神っていうのがこの家をむしろ取り壊してご自身という岩のような硬い土台の上に良い材料で家を建て直そうとしているんですね。 だからあのイエス・キリストは、ね、例え話でこんなことを言っています「誰も新しいブドウ酒を古い、えー、皮袋に入れはしない」「もしそんなことをしたらその皮袋は張り裂け酒は流れ出るし皮袋も無駄になる」「だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきである」「そうすれば両方とも長持ちするであろう」というふうに言われたんですね。 つまり新しい体制をですね古い世界に持ち込んでもうまくはいかないっていうことですだから新しい体制っていうのは新しい世界に確立すべきなんですねですからですね古い世界というのは滅んで過ぎ去らないといけないんですよだからこうした滅びの後にやっと平和と幸福っていうのが確立されるっていうことなんですねはいでだからねキリストのは終末のことについて本当とたくさんのことを言ってるんですよ あの詩篇の37章9節にはですね、えー、悪を行う者は、えー、立ち滅ぼされ主を待ち望む者は、えー、国を継ぐ、ね、こういうふうに言ったりするんですよねだからあのー、そのこの政府の通りにですね今この体制の下にとどまる人たちっていうのは滅んでいくんですよ滅びていくっていうことです。でもそれれは聖書によれによば神属する正しい人たちを救い 出すすすためにに支払わわなななないといけないいいとけけ対価んんででよっていう風に言ってるわけなんですね、はい、でだから私たちに今問われてるのは何かというといわゆるね、あのー、マトリックスの映画知ってます皆さんマトリックスの映画でモーフィアスがですねマトリックスの一番最初ですね一番最初の作品でモーフィアスがですね赤いカプセルと青いカプセルをこう出して、えー、のど,どっちを取る どっちを取るとこっちを取れば君は今までと同じ生活を送ると。も,うもやもやとしてそれぞ死んでいくでしょうと。赤いのを取ると真実わかると。どっちを取るみたいなと。それと一緒で僕がモフィアスだとしたら要するにここにですねカプセルが2つあってこ,こ,この青い赤いカプセルならですねこのこ,こは赤いカプセル。これはあなたは神につくのかそれともこの世につくのか。 神ののサイドにつくのかそれともこの世この世のサイドにつくのかっていうふうに問われてるのと一緒なんですよだから終末の時っていうのは私たちが神の側につくのかそれともこの世の欲と罪のもとにとどまるとどまるっていうことかねだからこれが最も問われる時なんですよこの終末っていうのはつまりあの聖書はね えと「第一夜羽」第一ヨハネ第一ヨハネ1章17節には「世と世の欲と」あ「世と世の欲とは過ぎ去る」しかし神の身分を行うものは永遠に永遠に生きながらえるかな永遠にながらえる生きながらえるというふうに書いてあるんですね。はい あのだから神につくのかそれとも世につくのかっていうことはその私たちの生き方に対する神からの最終的なその質問というか問いなんですよ。だから私たちがど,どちらを選ぶかによってですね私たちというのは永遠の命あるいは滅亡どちらかを選んでいるっていうことになるわけです。だから世界のの終末の時にですね つまりその神がね世界に最終的に介入される時っていうのは正直言ってそう遠くはないですもうこれあのまあもちろんあのこれはいつやってくるかそれは分からないです分かんないんですけれども本当にすごく肌感覚で僕は遠くはないなと思いましたまさか自分のこの生きてる間にこのタイミングで来るのかっていうふうに思うわけなんですよねおそらく間近でしょう で多分この10年以内、まああの断言はできません、ただの肌,肌感覚です、私はね。10年以内に来るだろうな、そんな感じをするな、っていうふうに思っている。うん、だからこれって信仰をまだ明確に持ってない人というのは、一刻も早く明確にしないといけないというふうに私は思っております、これは。 だからといって皆さんにねあの皆さんにイエス・キリストを信じてださい神を信じてださいって言ってるわけじゃないですよ皆さんがどうするかというのは自由意志なのでそれは僕は突っ込むところじゃないのでただその信仰を明確に持つか持たないかもうこれによって聖書で言われてる終末というのが、えー、いわゆるあの生,きな生きながらえるというか生きながらえるのか滅ぶのかに変わってくるということですね。 だからまあやがてですね私たちは死ぬと、えー、黄泉の国に行って黄泉の国に行ってその後終末が来た時にですねその神が、えー、神がですねあの神の神様の前に立つ時が来るわけなんですよ。だから 私たちというのは神に立ち返らないといけないということですね。だから私たちが神に立ち返って、神に受け入れられるように道を開いてくださった方が、要するに私たちの救い主イエス・キリストだということですね、はい。もちろんここでイエス・キリスト本当にいるのかよという方はいると思うんですけれども、まあ、あの聖書で言われているということです。で、えーとまあ、今日はこの週末の、ね、前兆というのは何なのかという話だったので、ちょっと前兆。 あのちょっとお伝えしますねこういう前兆が来るとということで、えー、来るともう、ま、週末は間近ですよということなんですけれどもまあ実はねどん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 やってきておりますこれがでもうじもうその週末の前兆が実現してきているものもたくさんあるんですよで,ほでしかも、えー、ほぼ進行してますもう本当に進行してます例えば 聖書で書でかれている週末の前兆、ね、週末の前兆というのはですね、えーとあのーまあ、いくつかあるんですけれどももうすでに今現代においても,も見られるものなんですよねまず1つ目がですね、えー、これちょっとね聖書にあんまり触れていないとちょっとよくわからないというのがあると思うんですけれどもいわゆるイスラエルイスラエル国家の再建なんですよ。ね でまず週末がが間近にになった時代にはイスラエル国家が再建されますでユダヤ民族っていうのはもう紀元70年からねエルサレムが破壊されて以来もう世界中に散らばったじゃないですかいろんなところでで第二次戦争でもすごいねアウシュビッツのあのあれですごいあの集団でねあのそのそ殺されちゃったりとかっていうのもすごいひどい目にあった民族なんですけれどもあの 2000年近くも失国を失ったこのユダヤ民族っていうのは自分たちのアイデンティティを、ね、失うことなくですねまた自分,の自分たちの国に戻ったんですよ、ね、1948年ですよね191920、うん、そうそうそう世紀になってからパレスチナに帰って、えー、1948年にですねイスラエル共和国の独立を宣言して祖国を再建したんですよね,ねだからあの 普通だったら、どっかのこう民族を追いやられたら、普通の自分の国を再建するってありえないじゃないですか。でも聖書には、イスラエル国家の再建、これが、なると、前兆の始まりっていうふうになったんですよ。だから、彼らがやり遂げたんですよ、それを。でしかも、2000年間ですね、いわゆる使ってこなかったヘブル語、まあ、死語と言われている、これ、ヘブル語っていうのを復活させて、 今母国語になってるんですよねで要するにこのイスラエル国家の再建というのは聖書の予言の成就なんですよ、ね。で、終末が間近になったこと、そして始まるよという重要な印なんですよね。だから聖書のエゼキエル書にはですね、その終末の時代に、えっ、ー、と、あの、終末の時代に起きることとして、 こういうふういふに言ってるんですエエゼキエル書36章24節私はあなた方を諸国の民の間から連れ出しすべての国々から集めあなた方の地に連れていくというふうに書いてあるでイエス・キリストもマタイ福音書24章とそのほかでその終末に近づいた時の、ね、前兆を語っているんですよねでそれを読むとその時代にはすでにイスラエルは回復してパレスチナに住んでいることが分かるわけです。ね だからもうこういうふうに、もうすでに実は前兆というのが始まってるんですよ。ね、前兆が始まってる。だからあの、イスラエル国家の再建、1948年、これが終末が近づいた重要な印として始まったわけです。で、1948年から考えてみてください。そこから第二次大戦とか始ま,始まってですね、どんどん世界は、 どんどん世界は争ってあ悪い方に走っていってるんですよそこからねだからすごいもうここからスタートしちゃったんですよねでもう事実としてす,すごいですよね聖書でそう言ってるんですよなの,なのにちゃんと実現したんですよねはいだから、あのー、これが一つ一つ目ですねそしてえっ、ー、と二つ目がですねこれも聖書に書かれてある「世界大戦」です 世界大戦世界大戦世界大戦が始まると週末は始まっていくよっていうふうに書いてあるだから週末の前兆の第22つ目に世界大戦これ民族間または国家間の全面戦争が多発することですだからイエス・キリストっていうのは週末が近づいた前兆の一つとして戦争や戦争の噂を聞くでしょう 民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がります。またい24章6から 7, 7節ですね、そう書いてあるんですね。今までは国の中で、国の中で戦ってた、例えばね、えー、と日本だったら、例えば関ヶ原とか、ね、あのそのまあ、いわゆる今だったら何県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 の,その地主が戦ってるというようなもんなんだけれども、今、国家間です。国は国に対して立ち上がりという。 だか,ね、だから国と国が戦うようになった民族は民族がどんどん戦争は多くなっていくよってなってるわけですねだから第1次大戦第二次大戦で第3次世界大戦っていうのは今ねまさに起きろうとしてるんだけれども、ね、ニュースでは伝わってこないんだけれども起きようとしてますねだからもう戦争っていうのがどんどんねあの増えていってるし いうことですね日本にいるとあんまりわかんないんだけれども、あの中東とかとか、やっぱりもうそこらそへんでドンバチやっ,やってるし、まあいわゆるミャンマー今、ドンバチやってますよね。ねだからほもう、本当、どうしようもないですよね、これって。<laughs> はい、そうなんですだからね、あのー、もうとにかく大,大規模な形で起きてくるわけなんですよ、もうとにかくね。 なので、えーとまあ、戦争国家間のけん戦争というのも前兆の一つですねそして、えー、とこれが面白いんですよねこれがねスピリチュアルの関連にもなってくるんですけれども偽、えー、偽キリスト、偽予言者の出現ですこう。終末が近づくとですねあの非常に多くの偽キリスト偽予言者が現れるとキリストは言っていますごあのご本人が言ってるんですよ 人にあのねマタイ24章にですね、えー、と4節にですね人に惑わされないように気をつけなさい多くのものが私キリストのね私の名を名乗って現れ自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろうというふうに言ってるわけですねまあ実際20世紀になってもねいろんなの偽キリストが現れてるじゃないですか例えば昔結構昔ではその,あの出,出口 出口鬼三郎っていうなんかなんか古い白黒の写真の人ねがいた時に自分がキリストの再臨とか言って自分の両手になんかこうあざうみたいに作ってこれは十字架つけられた時の傷跡だよとか言ったりとかあとあの人もそうですよねえー、っと韓国の韓国の韓国の偽キリスト多いですよね。 えー、あれな、文鮮明っていう人かな、文鮮明文鮮明文鮮明か。文鮮明っていう人、何だっけ、何か,かの宗教のあれなんですけど、自分はキリストの再臨だとか言ってるし、と、ね、にかくオウム真理教、オウム真理教のね、あの人も言っ,て言ってましたよね、自分はキリストと再臨だとか。最終的に 言い出しましまたねいや自分は、えー、イエス・キリストの再臨であってかだからこんな髪が長いんだとか <laughs> ねいや仏教じゃなかったのかよというね <laughs> そんな感じで思いましたけどね、はい、だから結構、うん、いっぱいいますよねなんかね、うん、なんか昔帝国ホテルのあるマネージャーもなんかあのキリストの再臨とか言ってましたよね。 であのとにかく自分はイエス・キリストキリストの再来だという人もいるしあと偽預言者も多くなるんですよねこれ言ってるんですけども偽預言者ですよ偽預言者っていうのはこの先に起こることは何かという予言のようではなく預かるなんですよ預かる言葉神から預かる人神からメッセージを預かってそれを人に伝える人ねめっちゃ増えてると思いませんか皆さん最近ね めっちゃ増えてるでしょ。だどっかからこう、何宇宙意識のメッセージをと皆さんにお届けしますとか、どっかのメッセージ、誰かのメッセージ、神のメッセージをお伝えします。こういうふうに言ってますよ、こういうふうに言ってますよ。めちゃくちゃ増えてませんか、皆さん、最近。めちゃくちゃ増えてるでしょ。うんざりするほど増えてるんですよ。ほんまかいよ、みたいな。<laughs> いや、本人はね、聞いてると思いますよ。 本人は本当にあのよっぽどの詐欺師じゃない限りは多分本当に聞いてると思うんですよ。だから本当に聞いてるんだけどそれは神じゃないですからね。あれ全部悪霊ですからね。はい。だか逃げ偽預言者というのがめっちゃ増えるんですよ。ね、そうそう。偽預言者がめっちゃ増えてる。 あ、統一教会、統一、あ、そう,そうそうそう、統一教会だ、そう、統一教会、そうです、そうです、ありがとうございます。はい、そう。だからめっちゃ増えてる。今昔ならなんか口寄せみたいなのあったんですけどね、霊を乗り移って、ターってしゃべるんですけど、なんか最近はこうでしょう。<laughs> 宇宙人からメッセージ、神からメッセージ、宇宙意識からメッセージ、なんとかメッセージ、めっちゃ増えてるでしょ そんなにみんな <laughs> そんなにメッセージくれるかよと思いますけどね, <laughs> ねはいという感じですはい、えー、じゃあ次はですねあの声、ー、もねすごく多い、えー、次に書かれているのが、えー、イエス・キリストがね週末に近づいた時に、あのー、ルカの21一10節に方々で飢饉、えー、地震 不法、そして、えー、地震と不法が起こるというふうに言われたんですね。えー、と疫病、あ、疫病だ、疫病もする。だから疫病っていうのはいわゆる今でいうコロナとかね、えー、エイズとか、疫病ですね。飢饉っていうのは要するに、あのご飯が食べれない、飢饉。で、地震ですね、地震。あと不法,その不法、不法っていうのは要するに犯罪の増加。 いわゆる疫病、週末が近づいてくると疫病の増加、飢饉の増加、地震の増加、そして不法の増加、これが増えてきますよということですよね、はい。まあ、エイズっていうのもありましたし、まあ今ね、コロナっていうのはよくわかんないんですけれどもね、はいもうあの作られてるか、よう分かんないですね、本当に。はい まあまあ、そのコロナじゃなくて、だからエイズとか、例えばエボラ出血熱とかね、怖いですよね、エボラとか、エボラとか、本当やばいですよね。でもね、不思議と、そのエあのまあま今、コロナってエボラと同じぐらいの、あれですよね、クラスで、エボラとか、エイズと同じクラスであれやってるんですよね、確か。同じ位置にあるんでしょう、ね。 ねえ普通毒性が毒性が強いやつでてそんなに広まらないんですけどね普通はだから毒性が強いのって広まらないんですよ絶対広がるわけないんですけど毒性毒性が強いと毒性が強いとその身近にあるものがバタバタ先に死んでいくわけですから処理は早いんですよこれって、ね、でも毒性が強いとこのコロナって言われてもなんでこんな世界中に広がってるんだろうね本当にね はいであのまあ、もはやその安全な国はないですよね、今ね。で、あの危機の増加も週末の前兆なので、ね、あのそのマタイの24章にも書いてあるんですけどで危機が起こるというの、まあ,あの日本にいるとすごく豊かなんでわからないんですけれども、アフリカをはじめとする世界の多くの国々っていうのは、まあ依然として、ね、その基金っていうのは深刻な状態でありますよね。 そう世界の総人口の4分の1、これは深刻な基金状態なので、あの非常に上に苦しんでるんですよね。うんまあ、日本にいると本当に分かんないと思うんですよ。あか本当にね、深刻な基金が、ね、増大してるんですよね、今って、うん。で、地震の増加もね、週末の前兆の一つなんですよ。あのマタイ24節の7節にね、方々に地震が起こりというのが書いてあるんですけれども。 あのアメリカの,その資料によるとです、ね、過去の大地震について調べるとです、ね、1914年以前の200年間というのはそのあアメリカの、ね、沿岸ではです、ね、大地震というのは16というふうに数えられているんですけれども1914年以降の今までにはです、ね、約その3倍もの大地震が起こって2010 2010あ2020 2021, です、ね、2020 2021年には えともう8倍か9倍ぐらいになってますね、地震の増加が。で、まあ、日本もそうですね、すごく地震が増えましたよね、今ね、うん、小さいのがね、どん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 いっぱい増えてきたっていうのがありますよね。で、あの不法の増加とか犯罪の増加も週末の前兆の一つで、まあ、いわゆるあの多くの人々の愛を冷たくなりますというのが書いてあるんですよね、マダイの 24, 24章にね。 不法があのはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。だから、犯罪暴力とかテロリズムこういったな。増加っていうのはあの社会的問題になっていて、えー、本当にね。多くの人がその利己的な幸福をその追求に走ってるんですよ。で、愛は冷えているっていうふうに書いてあるわけなんですよね。だから人他人の人は顧みないようになってきてる。今のスピリチュアルリズム。みんなそうなんだけれども。 非常に利己的なんですよね。ね、あの人と付き合って、付き合ってはいけないとか、あの人はレベルが低いとか、あの人はあの、何、運気が低いとか、<laughs> なんか、あの人はエネルギーが低いから付き合うのやめなさいとか、その、あの、何、自分の願望、自分の願望ばっかり追求してる。<laughs> お金の追求とかね、今のスピリチュアルは全部そうじゃないですか。ね、スピリチュアルリッチになりましょうとかね。 あのいや皆さんねそのリッチになりたいお金お金だけを追求者になりたいんだったら僕教えますよ悪魔と契約したらいいんですよ悪魔と契約してくださいいくらでもリッチになりますよ <laughs> いくらでも有名になりますよ <laughs> たかがこの生き生きれてこの100年たかが生き生きれて100年いつ死ぬかわからないこの肉体を持って <laughs> あのお金お金追求したらいいと思いますよ。その後永遠の地獄が待ってますけどね。あくまで連れていかれてるということで。はい、だ非常に利己的ですよね、今の人間って。本当に。なんかあんまり他人のこと考えない。っていうのがありますね。はい。じゃあ、あと2つですねあと2あああ。あと2つぐらいですね。あと、まあパレスチナの平和っていうのが前兆の一つです。ね まあパレスチナも皆さんご存知のように、まあ、今ドンバチもやってたりするんだけれども、まあ、イスラエルというのは1948年以来ですねパレスチナに国家を建設して以来ですね、まあ、アラブ諸国といろいろ、ね、中東戦争とかやってきておりますけれども、あのーね、パレスチナ解放戦線のいわゆる PLO、ね、とその歴史的和平が成立したじゃないですか。 これも一つの,あのパレスチナの平和っていうのが、うん、あの一つの前兆の一つなんですよね。でエゼキエル38章,、ね、そもそも38章8節にですね38章8節にですねその民その民というのはイスラエルねその民は多くの国々の民の中から集められ久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。 彼らは皆安心して住んでいるというねあるんですよ。つまりエルサレムの一時的な和平の時にですね終末が近づいた前兆の一つとなるということです。もう実現実現というかもう鋭になってますよね。はい、であとここが面白いんですよねイスラエルイスラエルの北方の軍事強国が生まれるというのがあるんですよ。はい 旧約聖書はエゼキエル書の、ね、予言によればですね週末の前兆の一つにですねイスラエルの北のイスラエルの北の果てに巨大な軍事国家が現れるというのがありますで予言によればその軍事国家は週末の日にイスラエルに攻め入るはずなんです、ねえー、とエゼキエル書 38, 書38章15節からですねあなたは北の果てのあなたの国から 多くくのの人々の民を用いてくるあなたは私の民イスラエルを攻めに上り終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになるというふうに書いてあるだからイスラエルの北の果てとていうのはじゃあどこでしょうかということですよねさあ世界地図を広げてみてくださいイスラエルからその経線をですね北にたどっていくとその経線の 形成はですね、モスクワ市内を通ることがわかります、ね。すなわちですねイスラエルの北の果てにはいわゆる旧ソ連ね今のロシアにあるんですよエゼ,あのエゼキエル賞の,あの書いてあるんですけど北の果ての国の中心民族として,して名前挙げられてるんですよこれ北の果ての国の中心民族の名前は何かっていうとメシェクメシェクですメシェク えー、メシェクという名前はえっ、ー、とエゼキエル書の38章2節に書いてありますメシェクさあロシアの首都モスクワこの名前はどっから来てるか実はロシアの首都モスクワの名,の名前の由来はですねこのメシェクに由来するんですよ、ね、つまりですねイスラエルの北方の軍事大国っていうのは今のロシアっていうふうに言われてるわけなんですよね だから、まああのー、ソ連が解体した後、ロシアの軍事拡大というのは一丁は身を引いたんですけれどもでも今どんどん巨大な軍事国家になってきておりますよね。で今すごく不安じゃないですか。ね、なので今結構ロシアでは大ロシア大ロシアというその野望を掲げてです、ね、ロシアの領土を南,その,南の方にです、ね、拡張しようとする。 右翼政治の方もいっぱいいるんですよね。はい。その実は実は日本も狙われてるんですよ。今日本が日本の北海道が狙われていてあの日本の北海道が狙われていてそれを今中国が北海道の土地買い漁ってるじゃないですか。ガンガン買ってますよね。だから北海道めちゃくちゃ買ってるんですよ。皆さん知らない人は知らないかもしれない。知ってる人は知ってると思うんですけれども。 まあ今中国はもうほとんど土地買っ,て買ってますよね。はい。僕のところにも依頼来ますよ、中国の方から。こういうとこ探してとか、こう百床ぐらいある病院のところを探してとか、どっかのでっかい土地じゃないかとか、とにかくでっかいとこ探して、その,その物件を潰して、その土地を手に入れようとするって言うんですね。今ね。だからもうそっくら中で土地買ってるんですよ。だから北海道もそうなんですよ。でも、北海道っていうのは、ね、中,国中国も狙ってるので。 もうすごいことになってますよね、今ね。はい、本当に皆さんが多分、知ってる人は知ってると思うんですけど、結構知らない人が多いので、これ結構い,いろいろ狙われてますよ、私たち。私たちは,、まあ、私は日本人じゃないので、あれなんですけど、やっぱり日本っていう国はめちゃくちゃ狙われてますね、今ね。はい。はいなので まああのー、ちょっと1時間になりましたのであれなんですけれども、まあ、これら、いわゆる、えー、とちょっとまとめていくとイスラエル国家の再建でしょ世界,世界大戦でしょ偽キリスト偽預言者え疫病飢饉、地震不法パレスチナの平和あとイスラエル北方の軍事強国、ね、もうすでに現代の世界でも見られるようになってきてしかも進行している週末の前兆なんです。 なので聖書っていうのはねさらに今後の世界に現れるはずの前兆についても予言しているわけなんですよで最も重要なのはこのエルサレムにユダヤ人の神殿が再建されるっていうことなんですだからかつては第一,第一神殿というのはソロモン神殿ねで第二神殿というのはゼルバルベル,ゼル,ゼル,バベルでヘロデ神殿があったと同じ場所に 第三神殿が建設されれるんですこれか,らだからユダヤ人はそこで旧約のその旧約申セの立法に従って、えー、犠牲を捧げる儀式を再開すると思いますなのであ,のせあとで世界というのは10カ国からなる軍事的同盟国がこれから出てきますで、えー、とヨハネ黙示録が象徴的に獣 いわゆる「666」と呼ぶ暴君っていうのもですね世界に対応するようになってきますで悪の勢力が世界を君臨して世界を暗く混沌にして、えー、いきますなのでエルサレムそのエル,サムエルサレムがですねその外国人いわゆる違法人に踏みにじられるっていうことが起きてきますねであのその時に神の2人の預言者が現れてそこで預言活動をするんです でこの頃になると本当に数多くの自然災害も頻発するようになりますし今まで人類が経験したこともなかったようなその天変地異も起きるようになりますで大戦争が起こってですね世界人口はかなり減少しますで世界はあらゆる面で末期症状になりますでこうした前兆の後に天が開けてイエス・キリストが地上から再臨されますでそれはいわゆる 世界の悪に終止法を打つためなんですよねだから彼はその世界に一種の大手術を行います。で地上の悪をもう全て一掃して世界を清めてそこに千年王国を樹立するわけです。ね、でこの千年王国が終わると世界は終末を迎えます。そして今の古いこの天地というのは過ぎ去って万物は 更新されて新しい進展新地が創造されて、いわゆる神を信じる人たちがその進展新地を引き継ぎますということですね。だからこうした未来っていうのを聖書はしっかり予言しているんですよね。だから聖書っていうのはね、今まで今まで見ていくとね、まあ,あの読んでいくと本当に信じられないぐらいすごくすごく <laughs> あの素晴らしいぐらい当たってるんですよ。 <laughs> 予言書、はい、もうむしろ皆さんの、ね、今のこのコロナの状況もそうだしこれからコロナの、ね、コロナを打つワクチンを打つでこの中にチップ入れるこれも全部書いてありますから聖書の中にねその通りになってきてるんですよね、はい、だから疑う余地がないんですよで解釈の問題じゃないですけどノスダラダノスノノストダノストラダムスみたいなあのなんかこう 比喩的な表現を何とか解釈するんじゃなくて、そのまんまのことが書いてあるんだよね、聖書っていうのは。疑いがないですよね、はい。ということなんですね。だから、私たちは今、目の前に突きつけられています、ね。神様のサイドにつくのか、この世の、この欲と悪にまめれたこのサイドにつくのか、どちらにつきますかと言われている状況だと思ってください。ね、で神とサイドにつくのであれば、イエスを信じてください。 イエスキリストを信じて聖書を読んでよく勉強してみてくださいっていうことですね。はい。まあ、こんな感じとなります。ありがとうございます。ちょっとね、ご質問等々があれば、はい、うん。カジュアル、カジュアルにママとも界隈増えてて、カジュアルにママとも界隈増えてて怖いです。あ、あれ予言者予言者本当に多いですよね。最近予言者ね。s s p 系うん、増えてる、増えてる。うん。ね。増えてる。<laughs> むっちゃ多いでしょ。 ね、いやこれ何でも言えると思いますね皆さんこれって <laughs> 何でも何でも言えるでしょうだって別にね別に誰も聞いてるわけじゃないので確証もないし証拠も取れないしエビデンスも取れないんですからこうやって言ってるよって言えば俺でもできるわあんなもん <laughs> と思いますね普通に、うん、僕らはコールドリーディングかまし,かましたらもう、ね、もっとねあのすごいことできますよね 私は、僕がね悪い人でね、金儲けに走る人間だったら、あれですよ、もうメンタリズムのパフォーマンスを、霊能力として使いますよ、僕はもう、ね。こうやって言ってますよ、あなたの今、心の思った数字をこの、このこの今、宇宙意識が当,当てますよ、ね、何を思いました<っ>なるほど、って書いて、何を思いました数字、34、34ですか、これですね、って3を見せたら、はみたいな、みんな。ね そうやってやろうかな。<laughs> で普通になんかメッセージを受け取って喋ってる人間よりもめっちゃだからね競争になりますよねこんなの。<laughs> はい、秋山さんこんばんはあ途中はいまたよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、山本さん北海道の水源地もそうですよね買われてますよね。新潟沖縄も買い占められていますよねそうそうそう。ねはい、秋山さんどうして日本が狙われてるんでしょうかいや。 あの日,本日本を日本を買う日本を買うというかあの戦略的な戦争の戦略的な用,用地としてもすごくいいしあと日本海に埋まってる資源もいいんですよ。ねはい、リゾートはほぼ中国資本ですからねそうそうそう,リゾ,ートそうリゾートもそうだし今度カジノやってくるじゃないですか、ね、カ,ジノカジノもあれ全部あれ全部中国石油ですよ。 あれチャイナチャイナオイルですあれ全部中国石油京都も買い占められてますねそうですね日本の、うん、そうそう資源豊かなね日本の水とか魅力そうそうなんですよ、うん、そう資源が豊かなために狙われているそうですねそれもありますね、はい、まずはホットいや、ま、ずホットリーディングから勉強します <laughs> 知らないことが多すぎますああ優香さんあのゆうかさんねはい怖いからそれだけやめて、はい はいありがとうございます。こんばんは。はい。あ、吉村さん、こんばんは。よろしくお願いします。あ,ありがとうございます、はい。はい。ということでございます。だいたい大丈夫かな。なんか別に質問なければ、これでね、終わりたいと思います。まあ、こんな感じでございますね。皆さんね。なので、あ、1時間15分ですね。ありがとうございます。はい。皆さん、今日はありがとうございました。まあ、あのー、ぜひですね、まあ、週末は、 まあ、皆さんがど,どう思うかどうかは分かりません皆さんが信じるかどうかは皆さん重要なんで別に僕,僕はアードコードっていう話ではないんですけれどもまあ聖書を読んでみて,ていただくとあのそのままのことが書いてあってで今起きてることがそのまま起きていてあの疑う余地のないぐらいはっきりと書いていてそのまま今世の中起きてきてるんでじゃあ聖書は信用に値するかどうかっていうのは皆さんの判断に えー、していただいたらいいと思う思うんですけど、私はあの100%信用してるし、あの皆さんね誰が何と言おうと100%それは確信正しいものってし,、ね、してあの確信しておりますので、まあ聖書の 動きを見ながら、選手がどうやって言っているかによって、この先起きてくることが分かってくるので、じゃあそれに対してどう対処していくのかというのが分かってくると思いますので、まあ僕、まあ何よりもその対処の仕方としてはね、ぜひね、皆さんね、イエス・キリストを信じていただいて、あの別に教会行く必要はないので、個人的な関係をね、結んでいただいて、えー、やっていただいていいかなと思いますね。はい。 山尾さん、次回は洗脳について聞いてみたい。あ、そうなんですね。よし。じゃあ、洗脳、洗脳行きましょう。はい。洗脳したいとあ、洗脳の話をしてみたい。洗脳したいと思います、ね。じゃあ洗脳の話してみたいと思います。はい。えー、今日、食またま、ロミオさんはお金儲けしないよね、と話していました。<laughs> そうなんですねありがとうございます。<laughs> そうなんですね。はい。はい。ありがとうございます。勉強して。そうなんです。このお金、お金儲けしないことはないんですけど、うん。あの まっすすぐ生きればいいい。んですね。はいうん、そうなんですね。傘で、で <laughs> そうなんですね。<laughs> ありがとうございます。なんか。はい。それでくしゃみがあったのかなえっと、<laughs> 花粉か。<laughs> そうなんですね。はい。ね、まあ、お金はね、お,お金はね、じゅんくり回ってくるので、ね、あんまりね、こう、でかくね、その儲けるっていうのはね、まあ、よしとしませんので、はい。まあ、ただ、最近は僕、あのチームで動いたりするので、<laughs> ね、あのちょっと、うん ね、あのた高くなっちゃったりするんですけれどまあそこは容赦ください僕は一人やってる分はあの安くしております、はい、久野さんはいえー、ととまべちさんとは面識ないですないですはい僕はあんまり好きじゃないですとまべさんでもトマベチとロミオは似てるっていうサイトがありますへへ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 さんねへ回調べてみてください。ロミオロドリゲス、へへへ そっくりってから、打つと、サイトが出てきますよ、はいで。しかも、多くの人は、トマベチに似てるっていうこと <laughs> 言ってますね、はい。はい。岩沼さん、ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。はい。はい。えー、マリアさん、ハイエナスドをおります皆さん、コロナの気は、はい。名越が祈ってますね、はい。はい。二方さん、平和になってほしい。そうですね。本当にね。平和,平和になっていきましょう。ね。はい。 白野さん髪型だけですね。そうですよね。はい僕も思います。<laughs> 僕も思うんですけどね、はい。はい。では皆さんありがとうございました。はい。えっ、ー、と、1時間17分ですね。お付き合いありがとうございます。えー、またね、えー、次回ちょっと聖書勉強会の方も、えー、の引き継ぎやっていきますので、ぜひまた聖書勉強をやっていきましょう。はい。今日はありがとうございました。皆さん、えっ、ー、と、 また、あの一週間頑張ってください。ありがとうございました。では、失礼します。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。